おはようございます。今日は2020年の8月25日ですね、はい、これは私のねチャンネルアナリティクス画面です、ね、この中で気になるのはねこの視聴者、ここですね、年齢と性別、ね、過去28日間のデータです。女性がね 32.9%、 男性がね 67.1% と、やはり男性が女性に比べて倍ほど見ていただいておりますね。そして年齢層ですね、年齢13から17歳ね、まあこれは少ないでしょう。18から24歳、18から24歳 11.2%、25から34歳 14.6%、 35から44歳 15.6%、 45から54歳 20.5% ね、うん、55から64歳が 17.3%、 65歳以上が 18% とね、以前でしたらね、この65歳以上の方が一番多かったんですけどね、 25% ぐらいあったんかな。現在ですけどね、現在45から54歳の方が 20.5% とね、私から見たら、お若い方がねちょっと増えてきております、ね、35から44歳とかね、25から34歳とか、この辺の若い層の方、もちろん私から見て若い方ですよ、この辺の若い方がね増えてきたのはいい傾向だと思いますね。65歳以上の方もね、今まで通りにありがとうございますね。ただですね、やっぱり動画を見ていただいたらね、ちょっとコメントをねもう少しいただければと思いますね。もっとお気軽にコメントをいただければいいと思いますね。やっぱり視聴者はこれ日々変化しますからね、うん、まあ、大体平均してきておりますね。ね、以前はこの65歳以上の方がね多かったんですよ。そういうことで今回はね、視聴者さんがちょっと若い方が増えてきてるということでね、ちょっと確認してみました。それじゃあどうも、これで失礼いたします。